モヨジだけは、エトロフ島にある火山。約41万年前の噴火で形成された、メドベスアカルデラ内に、ほぼ東西にアンザンガン、安山岩、玄武岩のメドベスア、クドライービ、メインショイブラッドの3方が並び、クドライービでは、流気活動をしている。別名クドライービ。1994年には、世界初となるレニウムを主成分とする鉱物である、レニウム鉱が噴気鉱から発見された。 出展、も四時だけ。気象庁。2014年10月閲覧1993年という、記述もある AB 出展。地質ニュースへとロフトで、レニウム振興物の発見。石原春産産業技術総合研究所。地質調査総合センター。2014年10月。閲覧 ABCDE 出展。日本活火山総ンウェブ掲載版も四時だけ。気象庁。 2014年10月閲覧、気象庁もよじ竹雄市以降の火山活動。2020年6月5日閲覧。ありがとうございます。